こんばんは、結城合衆です。今日は渡辺エンターテインメントの物理学者たちという芝居のお話をします。この作品を書いたのはフリードリック・デューレン・マットというスイスの作家です。そして翻訳には山本芳樹さんが当たりました。 上演台本の作成と演出に当たったのは野添誠二さんですそしてこの芝居は本題劇場で行われました。デュレンマットというのは1921年生まれ1990年に亡くなったスイスの劇作家そして画家ですがこの作品は1962年に 証認された風刺激ですブラックユーモアあるいはまた不条理の芝居とも言えると思います科学者の倫理原子爆弾を作った科学者の責任人類滅亡のリスクそういったものを扱っています それから米ソー両国がドイツの科学者を探し、そして奪い合うという図式が、最近見た青年座のズベズダに似ている部分もあります。このニューヨークタイムズでかつて紹介されたとき、とても忘れられるような芝居ではないというふうに、 書かれたことがありますそれを引用したのはこの表紙でこの作品の表紙で The, The というタイトルになってます表紙に見えるのは左からリンゴによって象徴されるニュートンそしてメビウスの和で象徴されるメビウスそして原子核で象徴されるアインシュタインこの3人です。 今回の配役ですが精神病院サナトリウムの院長フォンツァントフォンツァント院長ですがこの役を草刈田美代さんが演じています。原作ではセムシの院長なんですけれども足が悪くて左手に杖を持っているという図式で描かれています。 このフアン,ントの父親は枢密院顧問で祖父は将軍をやっていたということです。そして前半では枢密顧問の肖像画掲げられているのですが後にこの肖像画は将軍の肖像画によって置き換えられます。 草刈さんのフォン・ツアントはとても美しく魅力的にできていました。まあ、こういう独裁者なら読者裁者に支配されてもいいかという感じになるほどの美しさです。そして3人の物理学者ですが最初に出てくるのがニュートン自分自身をニュートンと呼んでいる物理学者ですけども、まあ、精神病院に入っている患者なわけですけれども ぬくみず洋一さんがニュートンを演じていますとても温かくそしてうまく演じられていたと思いますニュートンの感じあのカツラによってニュートンの感じがよく出ていましたしそれの意味で本当はアインシュタインだという場面もあって非常に面白いですそしてアインシュタイン の役を中山雄一郎さんが演じています。このとぼけた雰囲気がとても面白く出来上がっています。バイオリンを弾いてて、よくクロエチェルソナタを弾いています。そして三人目に登場するのがメビウス。このメデュ、メデュ、このメビウスの役を。 入江雅人さんが演じています。メビウスはこの3人の中で真の物理学者真に天才という存在でして、実はニュートンもアインシュタインもメビウスを追っかけているというのが後で示されます。殺人事件が起こるので警部が出てきますが。 この警部の役を坪倉義行さんが演じています。とてもキビキビとした雰囲気に出来上がっていました。メビウスの面倒を見ている看護婦モニカと言いますが、この役を瀬戸沙織さんが演じています。とても可愛らしく出来ていました。メビウスの妻、そして離婚したわけですけれども、 その元妻の役を川上ゆりさんが演じていますとても口達者な役割で妻の様子をよく描いていたと思いますそ,そしてそして宣教師オスカーローゼこのメブースの元妻が結婚する相手ですけれども宣教師の役に 野添誠二さん自身が出ています。野添さんはこの何とも不自然な感じが実に良かったというふうに思いました。すべてが不自然という感じが現れています。この話はフォンツアント委員長が経営する 精神病院のサナトリウム桜の園という名のサナトリウムですけれどもそこでそこの居間で起きますドアが3つあってそれぞれがニュートンアインシュタインメビウスの寝室につながるようにできています最初は始まった時ストップモーションになってるんですが殺人事件の取り調べと ったところで始ままっていますアインシュタインが看護婦を考察したランプのコードでもって首を絞めたようなんですけれどもそしてその捜査に来ているわけですが3ヶ月前にも同じような事件が起きていますしかし相手が強人であって罪が問えないというところから治療中ということに ななって逮捕できいいという状況にありますアインシュタインは今バイオリンを弾いていてそのバイオリンの演奏が終わるまでクロイチェル・ソナタを弾いてるんですけれどもそれが終わるまで取り調べができないという状況にあってその間ニュートンが警部と話しています。そして 最初の殺人事件というのはニュートンが起こしたもので今起こっているのがアイインンシュタインによる殺人事件やがて眠そうな顔をしたアインシュタインが出てきますが自分は2年前にニュートンは1年前にこのサラトリウムに来てこれは休館で今この休館に住んでいるのは3人のみという話があります。 その3人目がメビウスなわけですけれどもこののりでメビウスの家族が出てきます妻とその息子3人なわけですがこれから野添誠治さんが演じている宣教師オスカー・ロゼと結婚したのでそのオスカー・ロゼの赴任する南太平洋のマリアナ諸島に 行くので挨拶にに来たといいう図式になっていますメビウスはソロモンの画家から「宇宙に行く者のための歌」を唱えながら気が狂ったふりを続けます。家族が安心するように狂気のふりをしているんだという説明があります。 そしてそこにモニカという彼を担当する看護婦が現れて「実はメビブスは狂ってはいないということを知っていて愛しているんだ」とこのモニカが椅子の上に立ち上がって「I love you」という言葉を何度も繰り返す場面がありますがとてもよくできたと思います。 それから、委員長から許可を得て、これから結婚することになっているんだという話をする場面もあります。そして、ピエラーといったようなあ声援を送るんですけれども、これはリビアで女性がよく戦いに出かける選手を励ますために行っていた呼びかけに似ています。 そしてやがてそうこうしているうちにモニカが考察されると首を絞められるという場面があって休憩に入りますですから第2幕目が始まる時は第1幕と同じようにストップモーションの中で警部が遺体を調べているとモニカの遺体今度はモニカの遺体ですが,が を調べているという場面から始まりますそして徐々にニュートンと名乗っている患者っていうのは実は正常であって某国から派遣されたスパイ名前はキルトンだというふうに明かしますそしてアインシュタインと名乗っている男も本当はアイスラーという名前であって他の国から派遣されたスパイ そして通信手段を通信機を通じて母国と母国の本部と連絡を取っているんだという話をします。そして彼らの目的は天才であるメビウスからその書いた書類を自国の科学の発展のために獲得するということにあるということを明かすわけです。 双方がそれぞれ自国の方が優れているといったような科学者の自由とかあるいは責任といったことを告げるわけですけれどもどちらかというとニュートンの方は資本主義をアインシュタインの方は共産主義をまるでベソのように代弁して双方が メビウスに迫るわけですけれどもメビウスはよく考えてみると双方とも同じように自由ではないということを知りこの自由でないのならばこの精神病院にこのまま残っていた方が得だというふうに考えますしかしこの3人それぞれ 自分が狂ってはいないということを見抜いた看護婦を殺すわけですけれどもあるいは狂気であると相手に思わせるために殺人を犯すわけですけれどもしかしその裏には院長がいて全てを支配していた看護婦をそのように仕向けたのは院長であって院長がメビウスの書類を 確保したと。従ってこれを元にして、世界帝国、軍事と産業を支配して、世界帝国を支配するということを宣言して、この芝居は終わります。まるでナチスが天下を取った時のような雰囲気で終わっていくわけです。いろいろそういうことで考えさせるところが多くて、 不条理あるいはブラックユーモアとも言えるわけですけれども人生の根底を表しているような気がいたしましたありがとうございましたそれではまたお会いしましょう